かんちゃん、私さ、前フンのことについて喋ったんだよ。フンがバンリーさんの頭上に照明落として怪我させたことまだ覚えてるからねみたいな話したらさ、コメントでこういうの来た。あれはユキが言ってるだけでフンがやったと確定はしてないよみたいなコメント来たね。ああ、フンじゃなくて頭を冷やすべきは私でしたね。でもさ、そうなるとあれじゃない？落書きとかもフンじゃない可能性も、落書きはあれか、もう衣装とかバレてるし、さすがにフンなのか。フンじゃないとしたら可能性があるのはスティッチぐらいだよ。落書きすると、でもさ、どうなんだろうね。となるとまた別問題が出てこない、ややこしくならない問題。でさ、なんかコメントの続きでこういうのもあった。あれがもしフンだとしても、フンは自覚なくやってる可能性があるよみたいな、記憶が全然ない可能性があるよみたいなコメントもあってさ、追記で。だからさ、そういう場合は本人って誰を責めればいいんだろうね。誰を断罪すればいいんだろう。だからあれじゃない、もしさ、それなら対処方法がないから、もうフンの体にイタコさんが100体ぐらい絵を下ろして、でランダムでフンの性格が出るようにすればいいんじゃない？頭いい私。だからさ、平野重盛とかさ、ガンジーとか、あとゴロリとかワクワクさんとかの霊をいっぱいフンの体に宿して、で100分の1ぐらいでフンが出るようにすれば発生率は減るよ。わ、すごいね。グッズのランダム性は結構賛否両論分かれるけど、フンのランダム性については結構賛成派多いんじゃない？いきます。だからさ、フンがたまにね、ゴロリこれやっていこうよって言ったり、私は人間は人間として善を行うべきであると思いますみたいな感じの言うことのようなことを発したり、いろいろなフンが出てくるの。フン30面相みたいな、申請計画怒り言動みたいなこと言ってる。失礼します。お疲れ様、高梨さん。あ、何ですかこの部屋。あ、待って、いっぱい私用の椅子があるんですけど、私50個もお尻ないですからね、こんなに言えませんよ。お疲れ様です。まだ始まっていませんが、結構な人数が集まりそうですね。なんかあれだよね、あのさ、50個お尻がある虎とかいるのかな、世界には。なんかいそうな気もするよ。でも50個お尻あったとしてもさ、デメリット大きくない？いろんなところから便が出るってだけでメリット。なんか私はいらないな、それ。なんかおけつ探偵とかいうアニメなかった？顔面。そうですね。ねえ岡崎、この会議シンブラフォアの件よね。うん。自分の口からは、でもすぐにわかると思いますよ。ちょっと待って、何の話してんのこれ。秘密の、これやば、ヒヤヒヤする。ヒアーポッターとペンギンの村。やっぱり岡崎社長から聞いてるのね。うちの社長何も言ってくれないから。あ、正義じゃねえ、やばい、私正義便器って言う、顔面便器って言うとしたら顔面正義やめようもん。これお疲れ様です。お疲れ様です。あ、シロじゃん。お疲れ様です、シロさん。つくもが知らないはずないわね。宇津木さん、あなたもシンブラフォア計画に噛んでいたんでしょう。あ、バレてるじゃん、シロの悪行。はい。あ、素直に答えるんだ。簡単に教えてよ、うちとうまくやっていきたいなら。なんかはぐれ者にしてるね。かくれんぼで香織ちゃんが鬼になった瞬間にみんな帰るみたいな。会議が始まればすぐに説明されると思いますよ。あ、切ない青春。会議じゃ話さないようなことを教えてって言ってるの。わがままだね。いいですか岡崎さん。もう本当にストレス大丈夫？自分に聞かないでください。でもまあ大丈夫でしょう。ああ、もうこれで岡崎責任になったよ。事の発端はリバーレです。狂犬を振るう弊社に対抗するために信用できる人を集めた。そしてリョウ君出た。弊社の前社長が退陣させられた後もその組織は残っていたんです。リョウの残影。ゴシップ疲れした視聴者にテレビ業界やアイドル業界に再度クリーンな印象を抱いてもらうために。なんかさ、あれじゃない、その時はなんかさ、ロゴのマークとか出るじゃん。そこのさ、提供のところ全部リョウの顔のマークになってたんじゃない？リョウの顔写真が貼られてるみたいな。ナチュラルテイストなドキュメント番組を始めたりしました。それがバックヤードマジック。ナチュラルテイスト、まあつまりやらせ。
同時に進行していたのが長寿番組ブラフォアへのテコ入れです。なるほどね。もう寮がいろいろ被害出しちゃってるよ。新寮だね。新ゴジラ、新ウルトラマン、新寮。そうです。リバーレさんから組織の幹事を引き受けた岡崎社長によって、おう、高視聴率の国民的年末番組のブラフォアをよりライブ感の強いものにしようとする新ブラフォア計画が立ち上がりました。もう寮も結局限界オタクだったってことだよね。あれもう本当に限界オタクの端くれなら隅っこで地道に応援してなさいって思うよ。寮お茶の間でおなじみのブラフォアをリアルイベントに変換させる、人々を家から出す。なるほどね。そういう斬新な発想はさすが元イベンターの岡崎社長らしいです。新ブラフォア計画は順調に進みましたが、インドア派デストロイヤーってこと？岡崎社長の横暴で横着な振る舞いに反発を抱く人たちがじわじわ増えまして。はあ。本当にお恥ずかしい限りです。まあ、人望イコール成功みたいなところあるよね。人生って、人生は人望だ、お前にはないけれど。この案件をまとめるために僕が頼ったのが高梨社長だったというわけです。ああ、確かにこっちは人望の塊みたいな、むしろ人望しかないみたいな。金はない、給料はない、そして経歴はない、でも人望はあるみたいな。そうだったんですか。加えて高梨社長のご推薦で八乙女社長にお声掛けさせていただきました。へえ。なるほどね。あんたたちがこそこそやってたのは新ブラフォアのためってわけ。すごいスパイ活動してるな、みんな。その通りです。この企画つくもで独占して有利にまとめようとは思わなかったの？そうにゃ、天守るみたいな。新ブラフォアで鮮烈な勝利を果たすズール、つくものあなたは欲しいはずでしょ。でさ、アーニャは結局さ、どんな役割果たされるんだ。どうなんだろうね。どんな役割与えられるんだろう、アーニャ。そこにはズールの皆さんが連れて行ってくれると約束してくれたので、余計な画策はせず信じて待っています。へえ、案外ちゃんとしてるじゃない。やっぱあの一件から変わってきてるのね。その前に僕の方がズールの皆さんの信用を得ないとまずいんですけどね。あんた信用されてないの？ちゃんとコミュニケーション取りなさいよ。若い子たち多いんだからかわいそうじゃない。さすがアーニャだな。やっぱそういうところは決心してるんだ。はい。冗談を言い合ったり一発ギャグをやってみては。え？初対面でそれするんですか？初対面でできないことはやらない方がいいって言われてるよ。手作りの弁当を差し入れするですとか。信用されたいなら弱い部分を開示していかなきゃ。隙のない人に弱音は吐きにくいでしょ。まあ、確かに。好きか好きかどうするじゃん。あれじゃない？パン加えていけない、遅刻遅刻って角でぶつかれば、あ、こいつドジっ子だな、可愛いってなるんじゃない。あ、岡崎さん、ここちょっと寝癖が。え、あ、本当だ、すみません。うわ、今ね頭まで蹴りを回してあれだね、ノックアウトさせてるね、リンと。いえいえ、押さえておくといいと思います。そうします。いや、恥ずかしいな。これが好き。和製マイキーって言われてるから私。うまいわ岡崎、さすがね。あ、狙ってやったの？やめてください、狙ってません。これもどっち、これ本当？え、お疲れ様です。おい、ソウスケイメチェンしてる？社長。お疲れ様です、よろしくお願いします。ああ、皆さん座ったままで。ああ、いたの誰か。もうみんななんか3人だけで喋ってる雰囲気醸し出してたじゃん。知っている方もいらっしゃると思いますが、はじめまして。え、何？新ブラフォア計画の取りまとめを任された高梨事務所の高梨音春です。どうぞよろしくお願いします。なんかパパハルさ、おっきな存在になっちゃったね。太陽の塔みたいに見えてきた。なんか音春みたいな顔してるよね、太陽の塔って。
てれ新生計画。なんか怖いね、新生計画って。いろんな意味で。しおり、まあ、しおりだ。あ、しおりも私ゲットしてたね。いつの間に入手したの。欲しいものはすべてポケットにあるって言うけど、幸せも夢も元気も。社長が挨拶をすると会議室にいる人たちの顔がワクワクする少年みたいに変わった。ここにいる人たちの大半と社長はすでに何度か打ち合わせを重ねてるみたいだった。今日はどんな話をするんだろうと社長と同じぐらいの年齢の人たちも目を輝かせてる。あー、いるんだね、いっぱい社長ジュニアが。みんなに尊敬の眼差しを見つめられてる眼差しでだった。父の姿を見て私は嬉しくなった。感動していた。昔の父を。僕たちの仕事は新しいお祭りを作ることです。開眼してる。真面目な時は開眼するんだね。お祭りってだけで楽しいのに、お祭りを作れるなんて間違いなくこれは楽しい仕事です。音張りがワンショットでさ、イラスト描かれるなんて珍しくない？あはは。大変なこともあります。長い間続いた伝統を壊すというのはとても覚悟がいる仕事です。ですが今までの歴史を築いてきた全ての人たちも迷い悩みながら何かを壊して、まあ伝統芸能もさ、時代にそぐわなくなればね、廃止とかもあるしね。何かを築き上げてきました。大事なことは新しいものにも古いものにも敬意を払うことです。僕らはお祭りを作ります。関わる全ての人は櫓を囲んで一緒に踊る人たちです。これがミッドサマー計画秘話か。ここにいる皆さん全員の力を合わせて驚くほど楽しいものを作り上げましょう。ミッドサマーっていろんな意味で怖いよね。この国にいる人たち全員が笑って胸をときめかせて新しい年を迎えられるように。絶対家族と見に行きたくない映画ナンバーワンかもしれない、ミッドサマー。ありがとうございます。それでは新ブラフォア計画、簡単にご説明します。あ、こういう工場は必要だよ。確かに日本全国各地で起きるミニライブ対決とそのテレビ中継。あ、同時進行でやるの？ミニライブ対決？去年まではお茶の間でブラファーを見ていた方たちは放送が終わってから初詣に向かいました、今年からは違います。地元のライブ会場に行ってブラファーを観覧してから初詣。へー。各地で開催されるライブ対決、その中でもゼロアリーナで開催されるライブ対決はモンスターたちの最高のライブ。真冬の12月31日、一年の終わりの大晦日を、一年で一番暑い日にしましょう。詳しいことは八乙女氏からご説明いただきます。すごくないこれ。本当にさ、今までの携帯で全然違うよね。すごい。すごいわね。すごい。めちゃくちゃ楽しみです。私も最高に楽しみ。はあ。でもアイドルたちに話すのはバクマジのスペシャル回でなんでしょう。なんかリニューアルというよりアップデートって感じする。その日まで黙ってるなんて、あー辛いわ。顔に出そう。なんか新しい技能をつけたみたいな。私も顔に出ちゃいそう。あーすごく楽しみ。あんなの絶対誰のファンでも喜ぶわよ。うん、そうですよね。アイドリーセブン勝ちますように。何言ってるの。勝つのは決まってるでしょ、トリガーよ。いや、リバーレだね。いやいや、そこはすみません。うちにリバーレがいるばかりに。本当だよね、絶対王者はリバーレって決まってるからね。こっから次は私が落書きするから。ズールも負けてませんよ。岡崎さん、宇津木さん、言ってくれるじゃない。こればっかりは譲れないわよ。でもね、まああれだね、めたい話すると、まあ、アイドリーセブンが勝つね。私も譲れません。だけど本当にすごくすごくめちゃくちゃ楽しみ。はあ、早く言いたい。何が言いたいって。ラジオやってるんだね。これ昼休みじゃないよ。
した。驚かせないでよ。なんかサウナに入りながらラジオとかやってる人いればさ、話題になりそうだよね。なんかだんだん元気がなくなってくの、時間が経つごとに。親父とそっくりな独り言言ってるからさ。ああ八乙女社長なんて、はあ、早く行ってしまいたい。なるほどね。結構あれだね、隠し事苦手なタイプだね。音春じゃなかった、ソウスケは。社長ったら。やだわ、もう気にしないで。気づいたら片思い。あのさ、念のために聞いておくが、何？俺のお袋になったりしないよな。のー、しないわよ。ちょ、何言ってるの。社長には悪いけど、私は王子様タイプが好みなのよ。なんかカオルちゃんって理想高そうだよね、結構。ああ、びっくりした。なんかすっごいハードル高そう。おはようございます。あ、てんてん。おはようございます、うん、おはよう。今日はラジオの収録頑張ってね。うん、王子様タイプってなぎ、王子様タイプとかじゃなくない？もう。はい、よろしくお願いします。え、なに、なんかタイプってふんわりさせてるけど、ドストレートに王子様じゃん。続く。トゥトゥトゥ。え、ちょっとタイプの使い方間違ってるよ。だってあれでしょ、私の好きな人は横浜流星ですっていうのとさ、横浜流星の人ですっていうのじゃ全然違うじゃん。それではトリガーのラジオ放送フォーリンナイトは今夜はここまで。皆さん、いやでもあれか、横浜流星さんってにって言えば、まあ横浜流星さんも好きだから、まあ好きになるのは当然か。ってなるとさ、芸能人が目の前に現れた時ってもうその人たち選んじゃうのかな。おやすみなさい。おやすみなさい。お疲れ様です。お疲れ様でした。うん、ラジオだんだん感が戻ってきた。リスナーとの距離の近さがいいよね。確かにね、近すぎてなんか監禁されないかなって思っちゃう。ライブや配信とも違う良さがあるよね。あれ、おねさぎさん。でもラジオって一番なんか放送事故起こりそう。ヘッドセットをしてスタッフと一緒に何か聞いてるみたいだな。何？あ、あんたたち、ちょっと。盗聴？ヘッドセット、俺たちにも聞けってことですか？え？この前のラジオ放送の時、読んだメール覚えてる？大学でバンドを組んでトリガーの曲をコピーしてる子、最近は作曲もしてるって。へえ。でも大体さ、なんかバンドってコピーバンドから入るイメージある。ああ、覚えてる。シークレットナイトが一番好きって言ってくれたやつだよな。あ、もうすぐでサイレンナイト来るね。サイレンナイト、ホーリーナイト。なんだっけ、ラジオネーム。うん。マゲチョン。マゲチョン？マゲチョンがどうした？ユキポヨミチョパマゲチョンみたいな。あんたたち、曲ができたら聴いてみたいって言ってたでしょ？うん。マゲチョン、真に受けて作った曲を送ってくれたのよ。マゲチョンが？トリガーをイメージして作ったので、よかったらトリガーの皆さん歌ってください、かっこ笑って。え、じゃあさ、もしこれが公式で発表するトリガーの曲だったら、作曲にマゲチョンって書くの？ちょっとトリガーのイメージ、かっこ笑ってなんだ、真面目に言え。作曲マゲチョンだよ。照れ隠しでしょ。曲もマゲチョンにしよう。その歌がこれなんですか？曲名マゲチョンで、作詞もマゲチョンで、曲作曲もマゲチョンみたいな。そう、聞いてみて。あ、ん？どうだ？すごくいい。おう、聞かせろ。すごくいいって何がいいの？心地がいいのかな。なんていうか、俺が言うのもなんだけど、うん、トリガーっぽい。トリガーっぽい。そう、私もそう思ったの。あー、なんかクールな感じかな。レーザービームがさ、バンバンバンってライブ中に行き渡るような、そういう音楽だよね、トリガーって。トリガーっぽい。うん、あ、なんていうの、ゴシックっていうのかな。どう？こんな言い方おかしいかもしれないが、トリガーの曲だ。トリガーの曲ではない、マゲチョンの曲だよ。貸して。
おう、聞いてみろ、うん、あ、トリガーだよね、うん、トリガーだ。これ全く同じ曲さ、流してみんな忘れてたら面白いよね。泣きそうな気持ちになるよ。マゲチョンさん、僕らの歌を好きでいてくれてるんだね。これ初期の初期のさ、その曲をいじってで、マゲチョンがなんかいろいろと改造してで、この3人に聞かせたら面白いよね。え、これ歌えるのか。え、歌いたい。マゲチョンだよ。歌いたいです。歌ってファンに聞かせたい。絶対喜んでくれる。え、それマゲチョンが曲名も決めるんでしょ。マゲマゲファンタスティックチョビヒゲみたいな、そういう歌になるよ。僕もそう思います。トリガーが好きな人は絶対に好きな曲です。あ、可能ですか、姉崎さん。トリガーの楽曲として世に出すなら、もっと音の厚みを出して完成度を上げる必要があるわ。でも、なるほどね。まだマゲチョンイマジネーションがかかってるんだ。マゲチョンさんが正式に許可してくれるなら問題ないと思う。え、マゲチョン、ちょっと名前あれじゃない？もうちょっと何、ローマ字表記とかにしよう。マゲチョンなら、ぜひ。きっと許可してくれるだろう。カッコ藁を取ればいいだけだ。会ってみたいな、マゲチョン。マゲチョン絶対ふざけてるよ、名前から。そういえば曲名はどこかに書かれてませんか？うん、ビーオーセンティック。え、マゲチョンがそ、え、マゲチョン、マゲチョン、なんで意味わかん、そんな曲名つける人が名前がマゲチョンなわけない。これ怪しいよ、ちょっと。へえ、面白い、いい度胸じゃねえか。素敵な曲とこんな出会い方をするなんて面白いね。ドキドキするね。うまく連絡が取れるといいけど。マゲマゲフォンビシアファンタスティックみたいな、そういう歌になるよ、マゲチョンの曲だったらね。でも曲名がおかしい、別人じゃない、これ。マゲチョンかなんかさ、何、名前だけ書いてで、マゲチョンが書いたように見せてるみたいな。え、何、どうしました。ん、マゲチョンさんのメールアドレス間違ってるみたいで戻ってきちゃうんです。マジっすか。それ、え、待って、これ自白してるんじゃない、実は私でしたみたいな。はい、ああダメだ、やっぱり戻ってきちゃいます。そんな、すごいメールブーメラン。なんとかマゲチョンと連絡を取る方法があれば。壁打ちテニスだね。そうだね、うん、この曲歌いたい。やっぱ著作権とかね。あ、もう一度、かっこいい。リバレさん、映画チルアウトのダブル主演おめでとう。え、ももち出るの、映画何回も見放題じゃん。ありがとうございます。おー、いいね、ももち。ももちさ、今日はなんかおしゃれ決め込んでるじゃん。なんか今日はあれだね、アダルティーな街並みの風景に合わせたのか。チルアウトのあらすじは近未来の SF の創造物語ということですか。そうです。衣装も近未来 SF っぽくてかっこよかったよね。おー、バズライトイヤーね。そうそう、めちゃくちゃかっこいいんですよ。見たい、聞きたい。早くあの衣装に身を包んだダーリンをみんなに見せたい。ちょっと私はももち見たい。ちょっとももちの気になるね。見たい、聞きたい、喋りたい、なめりたい。あはは、主題歌はムーンになるそうですね。作品にもぴったりなんで、ぜひ合わせてお楽しみください。夢しずく、敵討ちの相手を探して日本を旅する兄弟の激しい気持ちにすごく合ってると思います。鋼の錬金術師じゃなくて初の兄弟役とのことで、ファンの期待も高まりますね。ああ、兄です。弟です。ももちゃんなんか弟っていうイメージあるな。敵討ちが題材となっていますが、そのあたりはどう思われますか。どうって、敵を討ちたい相手がいるかってこと。いたとしても言えなくない。確かにね、夢はでっかく野望は小さく。復讐は何も生まない。ももちゃんは寛大なので敵討ちとかはしないですね。かっこいいじゃん。その信念をずっとさ心に秘めてれば、やっぱりももちももっと大きくなるよね。チラウトの見どころを教えてください。衣装本当にかっこいい。僕衣装合わせの時
モモの写真いっぱい撮っちゃった。確かに。私衣装合わせしてない時もモチの写真いっぱい撮りそう。俺も雪フォルダ作っちゃった。無機質なんだけど歌舞伎を意識してツヤっぽくてセクシーなんだよね。歌舞伎意識してるの？そう、すごくイケてる。ふーん。あと曽我物語のゆかりの土地で撮影を行う予定なので、それも楽しみにしていてください。見たい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 。ありがとうございました。楽しみにしています。続く。なんだ、ももちちょっとフィーバーしてるじゃん。やばいね、ももちブーム来ちゃう。第3次ももちブーム。出会う瞬間。ゆきくん、ももくん、お疲れ様でした。記者会見好評でしたね。何喋りかけてきてんだよ。おい、凛とごときがよ、みたいな。りょうが言ってた。私ね、本当にどうかと思ってね、本当に止めたんだよ。でもね、りょうがね、りょうが、もう人をナイフで刺そうとしたから、だから私がね、りょうをね、やってしまった。ねえ、よかった。出来上がったポスターもビビッドな感じでかっこいいよね。あ、いいじゃん。ももちゃん何でも似合うけどね。ドット絵だとしてもももちゃんは可愛いと思う。何度も言ったけど、衣装いいよね。リバーレのステージ衣装も作ってくれないかな。2ビットモモ、3ビットモモ、2進数モモとか数字になっても可愛い。ダメ？俺もそう思ってちょっと前に連絡取ってもらったところ。気が合う。あ、気が合うね。オカリン、あれ続報あった？ん？衣装デザイナーさんですよね、笠原大輔さん。前向きに検討中とのことです。うわ、デザイナーやっぱ大物かな。即決じゃないんだ、リバーレのオファーなのに。うん、やだ、キングっぽいセリフ、ドキドキしちゃう。いきなりキングは取れねえだろう。やいって、そういう意味だったのかな。仕事が立て込んでいるそうで。うん、今何やってるの？三日月狼の衣装だそうです。あ、もうトリガーの方に贅沢三昧してるんだ。そこか。なるほどね。ヤマトの三日月狼、かっこよくなりそうだね。ヤマトだったね、間違えた。年末前のスケジュール抑えられたら抑えてもらってよ。年末前というと。何、ももちのお願いを断るって。こんな人いるんだね。神戸を垂れてつくばえっていうスローガンがどっかにあるはずだよ。生まれた時からももちに従い。ブラフォアだよ。ブラフォアで笠原さんの衣装着れたら鬼に金棒だね。もう、あ、そうですね。あ、すごいね。でもヤマト、なんか大きくなってるね、アイドリセブンも。なんだよ、ダメ？そういうわけではないです。へえ。あ、目そらした。何か隠し事をしてるな。まさか、してないですよ。さあ、車に乗ってください。移動に時間かかりますから。あ、信頼関係にひびが入ってるね、今。ねえ、もうこういうことされるとさ、もうマネージャーって信用できなくて縁を切るかもしれない。次どこだっけ？長野だよ、ぶどう狩りいっぱい食べよ。もう、なんかさ、作ってあげたいわね、ももちに。ももちは座ってるだけみたいなテーブルで、で私たちが取って一緒に、でぶどうをプレゼントみたいなね。早く言いたい、早く言いたい。はぁ、疲れた。ご飯食べにカフェに寄ったけど、一回座ったら立つのしんどくなっちゃった。なに、何百回も繰り返してんのかな、立つ座りを。なんかあれだね、ゲームでさ、遊んでる小学生みたいなね、立ったり座ったりするモーションを繰り返すみたいな。家帰らなきゃな。でもなんか暇つぶしに見てたこの番組面白い。アイドリセブンだっけ、いいな。アイドルは毎日楽しそう。ストップ、ボールを奇数チームに。ボールを奇数チーム。なあ、くそー。あー、やっぱ表舞台しか見えてないからそう見えちゃうのかな。 No、うん、やった。あー、ボールくんがリクに。七瀬リクくんだよね、確か。行くぞ、頑張ります。なんか声ちょっと幼いね、テレビで聞くリクは。頑張れ頑張れ、それ入れたら奇数チームの勝ちだ。奇数チームと偶数チームっていう名前にしてるの、雑じゃん。頑張って、リク君。させねえぞ。タマ、ナギ、ヘンズアップ。ヘイヘイ。
二人ともでかすぎ。あははは、はやば、声出しちゃった。あー、りくくん無理かな。敵チームの子腕長、一人はハーフかな。え、これ一人で実況してるの店で。ゲーム実況者でも多分やらないと思うけど、すごいです。その根性があればアイドルもなれるんじゃない。あれ、王子様、王子様いるグループってアイドルセブンか。じゃあメッツもいる。一人で喋ってるんでしょこれ。リック、パス。普通心の中じゃない。させるか。いた、メッツ、これじゃん。アイドルセブンで確かめっちゃクールでかっこいい若手俳優がいたイメージだけど、あれ違うグループだったのかな。ミッションの映画の犯人やってたの。語り手になってる。押さないで、反則になりますよ。ナレーターの方、この人。あ、取られた。ナギッチ走れ。あ、リックン、せっかく活躍するチャンスだったのに。わあ、でも追いついてる。すごい、頑張る。頑張る。めっちゃ一生懸命な顔。目が離せなくなる。こんな顔、私最近したかな。頑張れ。よっしゃ、決闘。すごい、ジャンプした。みつき、行け。はい。わあわあ、りくくんのシュートで逆転したらどうしよう。そんなドラマみたいなこと起きたりしないよね。やらせかよって言われちゃう。でも、もしかしたらそんな夢みたいなことが起こったら。止めろ。入れ。入った。奇数チーム3ポイント獲得。すごいすごい、りくくんすごい。え、これは今お葬式でやってんのかな。どういう状況なんだろうね。センターパワー発揮じゃん。やったな、りく。お葬式でやってるとしたらだいぶ不謹慎だよね。やったーやったやった。じゃあ喜んでる、かわいい。審判の子も敵チームの子も笑ってるりくくん見てすごい嬉しそう。仲いいんだみんな。あれだね、訴求力だっけ。あ、いいな。あれ、もうエンディング。もっと見たかった。すごいじゃん、全部打ってくね。もう流れてきたボールは全部打つみたいな大谷翔平と言われてる女性。終わっちゃった。でもめっちゃ楽しかった。そろそろ家帰ろっと。あれ、立てないくらい疲れてたのになんだかテキパキ動いちゃってる。あー、イケメンの力すごい。家帰ったらりっくんのことちょっと調べてみようという幸せな体だね。それで元気になるのいいな。私のその体分けてほしいの半分。なんかあれだよね、結局さ、あれじゃない、好きな芸能人を見てるからなんかちょっと疲れが取れるみたいなのあるかもね。袋小路。あ、出た。なあトラ、今日こそ素直に話してみろよ。うん、なんかこういうさ SF 映画ってだいたいさ、なんだっけ、山地さんだっけ、声優さんいるじゃん、その人がやってるイメージある。何が素直だ、俺ほど素直な男はいないぜ。素直コンテストがあれば優勝してる。はあ。つまらない冗談はやめて、早くしないとクランクアップしてしまいますよ。ナチュラルスピン人間素直。アクションシーンは次の撮影が最後です。手配の時間を考えるなら今日にはもう伝えないと。だからなんだ、俺には関係ない。スタントやってみたいんだろ。ああ、俺には関係ない。なんか小島よしお思い出さなかった今。俺には関係ねえだけ。あ、そんなの関係ねえか。なんかそんなの関係ねえってさ、あれじゃない、結構さ、何、口調強めのさ、あれじゃん、セリフじゃん。でもさ、小島よしお言うと全然そうは聞こえないよね。なんでだろうね、マイルドにしてるのかな。やっぱり言い方かな。そんなの関係ないか。そんなの関係ねえだったら絶対に前者の方がまあ柔らかいじゃん。だから言い方って大事だねっていう教訓だよね。小島よしおはそれを教えてくれてる。優しい、さすが心の教師。やってみたいんでしょ。なあトーマ、ミナミ、よく考えてみろよ。あ、トラオがスタントやりたいっていう話ね。なるほどね、よく考えてみろ。なんだいきなり高飛車な態度とって。いいか、この俺にさらに長所を作ってどうするって言うんだ。どうするって言うんだ。へえ。顔もいい、頭もいい、スタイルも良くて金にも困らない、誰もが羨む恵まれた存在だっていうのに、
これ以上欲張る必要があるか？なんか石油王より優雅な暮らしってそんなイメージあるよね。そんなことやれちゃうと俺のスキルばかり増えたら世の中の不公平を嘆いて悪魔に魂を売るやつが続出するぜ。世の中そんな人を気にするほどみんな余裕ないと思うよ。俺は現状に満足してる。だから他の誰かの仕事やチャンスを奪う必要なんてないんだ。やっぱりちょっとあれだよね、なんかさ、やりたくないっていう気持ちもあるんだろうね。やりたくないっていうかさ、いや、できないっていう気持ちが強いんだろうね、こういうってことは。他人に譲ってやらないとな、恵まれた人間のマナーとして。この人、今までこういう風に問題から逃げてきたんですね。まあ、逃げますよね。生きてるだけでチヤホヤされるんだもんな。スペック高い男も大変だな。勝手に理想を突きつけられるのか大変だよね。何をこそこそ話してる？そうじゃなくてさ、トラは今のままで十分かっこいいよ。そんなことは分かってんだ。そうか。ああ、今のお前に何の不満もない。無理して頑張ってほしいことでもない。でも、お前はどうなんだって話だよ。俺は別に。ああそう。ああ終わった、早っ。面談終了。そうですか。お前らがそのどうしても見てみたいとか事務所的にやってほしいとかなら、やってもいいけど。なんかな、それじゃ前と変わらない気がするんだよな。自分からやりたいって言わないと。俺たちが見たいんだって言ってやった方がトラも楽になるのかな。でもそれじゃあ前と同じじゃん。それじゃあ意味がないでしょ。リクエストには何だって答えられるハイスペックな人なんですよ。そうなんだよ。他人のリクエストじゃなく自分のリクエストに答えてもいいんだって思ってほしいのに。魂がない人形だよねこれじゃあ。そうだよな。何話してるのかわからないが、話し合いは終わったか？もうメインブラックで言いそうなセリフ、何話してるかわからないんだ。トラ、ああ、そうだな。で、どうだ？やっぱり見てみたいか？ドラマのためにもなるし、お前たちも見てみたいって言うならやってやろうか？ダメなんだよ、これじゃ。そうじゃないんだ。俺たちはお前の好きにやってほしいんだ。そりゃかっこいいところ見てみたいけどさ、お前の気持ちが一番大事だ。トラ、どうしたい？宇津木さんはなんて言ってる？もうブレてるじゃん、すごい。心が魔球だよ。トラの危険が伴うことだから勝手に手配することはできないって。まず御堂さんから希望を聞きたいってそうおっしゃっています。そうか、ならいいよ。この話はもう終わりにしてくれ。受け皿しかなくてさ、投稿するポストがないみたいなもん。これって悲しくない？トラ、なんかこう胃も重くなってくるし。おい、大丈夫か？あったかいお茶でも飲めよ。この話はもう嫌だ。自分が情けなくなる。ほっとこが欲しい？情けなくなんかねえよ、かっこいいって。あと30回くらい言ってて。何その30回ゲーム、初めて聞いたね。30回かっこいい、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 かっこいい。足りない。今回の現場では無理かもしれませんね。次の機会を待つしか。宇津木さんももう少し積極的に融通を聞かせてくれればいいのに。やっぱり
つくもの人はビジネスライクなのかもしれませんね。別に構いませんけど、少しだけ期待したのにな。いい方向に行かないか、難しいか。うつぎさんは？いすみさんが先ほど外に連れて行きましたけど。なあ、あんたが根回ししてやりゃいいじゃん。できかねます。なんでだよ、トラオの性格分かってんだろ。自分から言い出すのが怖いんだよ。だけど誰かが背中を押してくれたら、これをきっかけに何かが変わるかもしれないじゃん。初めの一歩が一番しんどいんだ。最初くらい優しくしてやってよ。監督さんや他のスタッフだってみんな喜んでくれるよ。悪いことなんてないじゃんか。やっぱりあれなのかな。申し訳ありませんが、できかねます。マネージャーとして見てるんだよね、これは。マネージャーとして言ってんだよね。宇津木さん。当たり前でしょ。スタントで大怪我をするかもしれません。最悪命を落とす可能性もあります。危険な行為が伴う仕事を本人の意向も聞かずに手配できません。そりゃそうだ。御堂さんとお話ししてきます。待って。どうして止めるんですか。東馬や南に言われてもちゃんと話せないんだよ。トラオ、宇津木さんには話せないよ。ガチガチに固まってる。僕が君たちのマネージャーなのに。信頼されていないんですね。ああ、なんかすれ違い起きてるよ。悲しいわ。しょうがないじゃん。俺たちの面倒を見てくれてたのこの前までリョウさんだったんだぜ。うわ、弱みを見せたら笑われた。最後は応援してくれたけど、事務所に助けてもらったことなんかないんだ。耳が痛いですね。大変申し訳ありませんでした。マジだよ、反省して。反省しろ、謹慎しろ。はい。それでもこの先君たちに信頼してもらえるように対話を諦めたくないです。優しくできる？僕優しくないですか。どうかな、俺は結構いいやつって思ってるけど。私優しいので。僕もそう思うんですけど、できる限り努力してみます。あれもこれも全部甘やかしてって言ってるわけじゃないよ。やっぱ甘いマスクで人を落とすのがシローの趣味だから、うまいんじゃないこういうの。だけどこういう仕事しててしんどいことがないわけじゃないから。そんな時あんただけは味方だって思いたいんだよ。確かにね。俺たち信用するのが下手だけど、トラオもトーマやミナミもあんたに褒められるの喜んでる。あんたに傷つけられたくないんだよ。安心できる場所が欲しいんだ。肝に銘じます。あー、なんか対話が大事ってもう証明されたよね、これで。何がおかしいの？なんだか4人も息子ができた気分だなって。結婚もしてないのに。え？それってあれじゃん。ねえ、遊びまくってるじゃん。屋根の修理できる？めちゃめちゃチャラ男発言したね今。 DIY は得意です。 DIY？そっか。この先俺たちが売れなくなっても失敗作って呼ばない？ D カップ、 I カップ、 Y カップ、 DIY。 誰がそんなことを言ったのか知りませんけど、僕がいる限りそんな相手は皆さんに近づけさせません。皆さんが誇りを持って目の前の仕事に専念できるよう、僕が皆さんを守ります。かっこいい。嘘じゃない。嘘つかれるくらいなら今のうちに本音で話してほしいんだけど、めんどくさいとかどうでもいいとか今まで言ったことは全部お世辞で全然関心ないとか。面倒な人たちだとは思いますけど、そういう人たちだからこそ守ってあげたいって思いますよ。本当に可愛げあるよね。
まだ。うん。疑り深いな。はい、指切り。ちょっと6章入ってからマネージャー陣のさ、ちょっとイケメン心があらわになってきてない？すごい。しないよ、ガキじゃないんだから。かっこいいこの白。そうですか。やっぱする。これキラヨシカゲなら手持ってかれるからね。はい、どうぞ。指切り剣魔、嘘ついたら針千本ノーマス。宇津木さん、虎を助けてくれる？これ本当に嘘ついたらさ、あの釘が千本ぐらい刺さってるバットで殴られるのかな。全力を持って取り組んでまいります。うん、へえ、シロかっこよかった今の指切り現場。なんか目線合わせてるのいいよね。気づいた？みんなちょっとかがんでたんだよ。シロ、対話と勇気。皆さん、今日はお疲れ様でした。いよいよ次回が最後の撮影です。次回の撮影に挑む前に皆さんと少しお話がしたくて本社に立ち寄らせていただきました。お話？うっす、よろしくお願いします。うん、なんていうか、あっという間の撮影だったよな。走り出し下手くそ。そうですね、ミドさんはいかがでしたか？動揺してる。ああ、そうだな、終わってみるとあっという間だったな。うん、終わってねえって。次の撮影でクランクアップ。クランクアップってやっぱ寂しいのかな。どうなんだろうね。やっぱりなんか仕事とか繰り返してるとさ、なんか俳優業とかそういうのはなくなってくるのかな。ああ、そうだったな。御堂さん、はい、あなたは次で人生からクランクアップですみたいなこと言われたら怖いよね。あ、私もうこの世から抹消されるんだみたいな。来た。早すぎ。雑談振って場を温めてからにしてっつったじゃん。ドラをまだ硬いだろ。暴発するよこの空気。なんだ？お話があります。今よろしいでしょうか？ここで？はい。いいぜ。御堂さんのご希望があるならスタントシーンを演じられるかどうか監督やアクターと相談してみます。うん、いかがですか？直球。すごい。直球。妖剣人間だね。ド直球。サバと一緒。いや。いい。そうですか。終わった。終わった。なんでだよもう。優しくしてって言ったのに。いや、優しくないわけじゃないけど、他になんかこう、あるじゃん。心のドアのノックの仕方。太陽の奥、生きかけ。何度も気を使わせて悪いな。だが別にいいんだ。忘れてくれ。その件は一旦保留にさせていただいて、少し僕の話をしてもいいですか？皆さんも聞いてください。宇津木四郎の滑らない話。宇津木さんの話？どんなお話ですか？なんだろうね。あれじゃない、武勇伝じゃない？ちょっと痛めの武勇伝話して。僕は割と優秀だったので入社時から期待の新人だったんです。うわ、マジで武勇伝話してる。やばい。痛いやつ話してる。何？いきなり自慢話。うん、まあ最後まで聞いて。ある時新入社員の歓迎会があって、それが座敷席だったんですよ。おう。その時うっかり靴下を色違いで履いてきてしまったことに気づいたんですね。片方が黒で片方がターコイズで。なるほどね。全然色違うじゃないですか。ピエロとかってそういうイメージあるよね。ぼーっと考え事して朝の支度をしていたんでしょうね。靴下さ、色違う時すごい恥ずかしくない？めちゃめちゃ気にしない？いや、周りそんなさ、まあ、気になってないと思うんだけどさ、なんか自分異常に気にしちゃわない？バレるかな、バレるかな、まあいいかなと思って座敷に上がったんですけど、すぐに周りに気づかれてしまって。ああ、気づかれたんだ。やっぱさ、あれなんだね。なんかさ、最近ってさ、でもそういう靴下もあるじゃん。片方が色違う靴下とか、だから分からない場合もあるよね。その日からついたあだ名が
チョコミントです。サーティワンかって言われる。チョコミントか。結構ミントってさ、好き嫌い分かれない。次の話いきます。え、サンリオピューロランド、この人。何、今のコーナー、俺の話はどこに。休みの日にリョウ君に誘われて静かなところに行きたいって言うから都内の大きな公園に行ったんです。あ、ゴリ押しだ。で、池みたいなのがあって手漕ぎボートがあったから乗るみたいな感じで乗ったんですよ。うん、待ってください、脳の処理が追いつかないんですが、宇津木さんとリョウさんが休日にボート。リョウが、え、なんか一人で自慢話してるのずっと。そうです、そうです。リョウ君、自分で言い出したくせに全然漕がないから僕ばかり漕いで。僕がね、このボートに乗った時は大波に乗った気分でいるんだ。だから僕はね、この社会にもいろんな影響を与えて波に乗りたいと思うんだみたいな言いそうじゃないよ。で、ふと気づいたら周りはみんなカップルばっかりなんですよ。あー、リトルマーメイドならキスするね。なんかさ、あれ TikTok でさ流れてきたんだけど、なんかリトルマーメイドの海外でね、ライド式のアトラクションあるんだよね。でさ、その最後のシーンでそのアリエルとエリック王子が船の上でキスするみたいなシーンがあるんだけど、そのね、ライドのおもちゃで口開けるっていうか、キスするふりをしてなんかそれでライドは終わりみたいな、そういうライドなのそれって。でもなんかバグでね、バグっていうかわかんないけど、なんかね、舌がねベロベロベロって、エリックの王子の方のおもちゃの、おもちゃっていうかロボットの方が出ちゃってさ、舌がなんかエリック王子がね、すごい欲求不満の男みたいに見えてたみたいな、なんかそういう動画が流れてたね。まあそうだろうな。だからすごい発情してるみたいなね、アリエル見てブー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 みたいな。あれどうなんだろうね、ちょっと本物か分かんないんだけど。さすがに照れくさくなって、リョウ君も不機嫌な顔してるし、もう帰ろうって岸に向けて漕いだんです。え、でもさ、二人きりで船に乗るって結構親密じゃなきゃ無理じゃない、耐えられなくない、その空間。でも不思議なもので、ボートって焦れば焦るほどうまく漕げなくなるんですよね。あ、どうなったかっていうと、池のこうセンター部分ね、僕らのボートだけくるくる回転して、うん、ああ、余計注目集めるやつ風車みたいになっちゃって。そしたらたまたま職場の上司がいて、あれお前宇津木つって。上司、学生時代のエピソードじゃないんですか。いえ、休日出勤の後だったんで、僕スーツ着てましてねマジウケる。あー、なんかすごいね、船かけるスーツって結構ない組み合わせじゃない。いや笑えないだろう、めっちゃ恥ずかしいよこんなの。え、しかもさ、漕ぎ船ボートでしょ。そうか、面白いよ、最高。宇津木さんにもそんなとこあんだな。それでリョウさんどうしたんだ。膝抱えてうつむいていました。ほら、彼社長の息子だったんでバレたくなかったんでしょうね。あー、確かにね、地震が来た時は頭を下に下ろしなさいって言うからね、よく。リョウさんが今世紀最大ラブリーに思えてきた。フォートナイトのエモーションでありそうじゃない。俺がリョウさんだったら絶対寝る前に思い出して絶叫して布団かぶっちゃう。当時は若かったんで人並みに恥ずかしかったんですけど、今となっては笑い話です。まあね、周りも忘れてるしね、まあ、最近のあれなんか状況だと写真撮る人もいんのかな。まあさすがに見てみたかったです。うん、見せたかったですね、特にリョウ君を。どうしていきなりそんな話を。皆さんと話がしたくて。ああ、皆さんのやりたいことや皆さんの好き嫌いを気兼ねなく教えてほしいと思っています。皆さんのサポートをするのが僕の仕事だと思っていますから。ですけど僕らはまだ付き合いが浅いですから、よく知らない相手に質問されてばかりじゃ話しにくかったですよね。あー、話しやすい状況、空気を作るっていうのうまいね、それいいな、私も使いたいなこれから。僕なりに反省したんです。
情報開示をしてほしかったら、まずは自分からするべきだと。だからあれだね、その公開されたばかりの映画の話を2時間分全部喋ってネタバレをするみたいなね、そういうのをやれば、うん、プライベートの全てを君たちに教えることはできませんが、できる範囲で僕のことを話します。なるほどね。失敗談や恥ずかしい話も、今の君たちの安心感につながるなら過去の僕も救われます。実際に今空気がちょっと緩んだっていうかね、アットホームな感じになったよね。宇都宮さん、うん、どうですか、亮君のラブリードだけじゃなくて僕のラブリードも上がりました？ちょっとシローも好きになってきたな私。マネージャー陣いいな。上がったような。受けてよかった。かっこいいね、余裕がある男性。マジでチョコミントって呼ばれてたの？返事した？なんかプライドがさ高すぎるのもまあ別に悪くはないだろうけど、なんかこういう方がさいいよね、こういうひょいひょいとしてる方が。してましたよ。はい、何ですかって。面白い。怒んなかったの？気に入ってた。なんか私のねかっこいいっていう感じはね、こっちのイメージが強い。そのビシッと何でも完璧にこなす人っていうより、由来の方が先に書き消されたんです。僕がバレンタインで一番チョコをもらっていて、出世も早かったんで。へえ。モテるけど冷たい男っていう意味で呼ばれてるんだろうって言われてました。元は靴下ネタなのに。自分で言ってんのウケる。真相を知っても好感度が上がるだけだからずるいですね。冷たいのか。宇都宮さんは優しいよ。ここまで俺たちのこと真剣に考えてくれたんだもん。優しいよ。そうだろ。判断は皆さんに任せます。優しさの基準は人それぞれでしょうし、あまり気が利く方ではないので。ですが皆さんのことが好きです。あ、皆さんに勇気が必要な時、必ず真剣に耳を傾けて解決のために精一杯手助けをします。御堂さん、御堂さんが何を恐れているのか先回りして汲み取ることができずに申し訳ありません。ですがあなたが望むなら、その結果失敗しようと何が起きようと僕が責任を取ります。でも悩んでる時に真剣に一緒に悩んでくれる人ってありがたい存在じゃない？決してあなたの挑戦を否定しません。苦笑交じりになだめたり肩をすくめて笑ったりはしないから、うん、どうか話してもらえませんか？参ったな。なんでこんなに怖いんだろう。なんかいいね、シローの思いが聞けて。これでも喋れないってなるともう本当に根本的ななんか治療とかになるのかな。大丈夫だよトラン、うん、大丈夫ですよ御堂さん。大丈夫だよトラオ。じゃあこうしましょう。何が怖いのか一緒に考えませんか？これ以上言いやすい空気はないよね。自分にできそうなことがあって、それをぜひやってみたいと伝えることはそんなに怖いことじゃないと僕はそう思います。でも御堂さんは怖いんでしょ？僕があなたを傷つけそうですか？でもこれトラウマが悪いわけじゃないからね。これってトラウマってもうどうしようもない時あるからね。正直違う、うん、じゃあ子供の頃からずっと何かに出会って憧れて、これだってひらめくたびに、お前には無理だよ、お前には向いてないって言われてさ、傷ついたけど俺を心配して言ってるって分かってたんだ。家族はみんな俺に優しかったから、好きなことをしていいって言われてた。
何でも自由に選べばいいって。でも、何かしたいことを見つけて打ち明けるたびに苦笑いで首を振られて、だんだん言うのが怖くなった。ドキドキしながら打ち明ける準備をして、そのたびに苦笑いされて、申し訳なくて恥ずかしくてたまらなかった。こんなに愛されて甘やかされて人よりも恵まれてるのに、やりたいことを見つけろってずっと言ってもらってんのに、俺のやりたいことを見つけることもできないんだって。それは違うだろう。トラがしたいこと見つけてもやらせてもらえなかったんだろう。違う、不向きなことだから止められただけなんだ。無理なことや無駄なことをして俺が傷つかないようにみんな心配してくれてたんだ。なるほどね。それであなたは何か見つけられましたか？見つけられなかった。いつの間にかやりたいことを探すのもやめた。何かに興味を持つよりも誰かの望みに合わせてそっちに行くのが楽になってた。だんだん誰も望んでいないことをするのがひどく恥ずかしくなって罪悪感を覚えるようになった。顔が良くて金持ちで気楽なさんなんでチャラチャラ遊んでる、そんな俺でいるときはほっとして、そんな俺らしくないことをしたくなったり考えたりすると不安で落ち着かない気分になって。なんかあれだよね、表面上はさ、その自由っていう何レッテルっていうかさあるじゃん。表面上はものすごく自由とかに恵まれてるっていうさ、そういう自意識があるから、それまで望んだらなんかやっぱり望みすぎなんじゃないかみたいな、もうあんのかな、やっぱり自分は恵まれすぎてるっていう前提があるからこうなっちゃったのかな。不安で落ち着かない気分。言いつけを守れないバカみたいに思えるんだ。だってそうだろ、これさえ守れば安全に成功するってものをせっかく教えてもらってるのに、それ以外を選ぼうとするなんてさ。その上失敗したり人に迷惑でもかけたら目も当てられない恥さらしじゃないか。望まれたことだけしてた方がいい。だって俺は愛されてるんだから。そう思ってた。でも撮影現場に吠えない犬がいるんだ、ベラっていう。あのお利口な犬か。ベラは無駄吠えを強制するために吠えるたび電流が流れる首輪をされてたんだって。かわいそう。なんでかな、あいつが自分に重なって情けなくて泣きたくなった。あれがトリガーだったんだ。余計なことは口が回るのに肝心なことは何一つ言えない。恥ずかしい臆病者。確かにある種の強制かもね。お前たちや宇津木さんが俺のために言ってくれてるのはわかる。すごく感謝してる。だけどいざ言おうとすると怖くなって喉の奥が張り付くんだ。体がすくんで動けなくなる。こんなんじゃ迷惑をかけるだけだ。だからもういいんだ、俺は恵まれてるから。これ以上は贅沢だからもういいんだ。やっぱそうなんだ。贅沢なんかじゃありません。自分の希望も自分の口で言えないで
何が恵まれているって言うんです。御堂さんを守ろうとしたご両親の愛情が間違っているとは僕には言えません。ですがこんなすみません、感情的になってしまって。いや、怒ってくれるんだ。俺たちのために怒ってくれる人だ。寮じゃないね。よかった、やっとやっと心から大丈夫だってそう思える。御堂さん、やりたいことを見つけたとき、あなたは何て言ってほしかったですか？無理だ、やめなさいと言われる前に本当に言ってほしかった言葉は？やってごらん。簡単なことじゃないだろうけど、お前の力を信じるって。わかりました、あなたの力を信じます。あなたならきっとできます。どんな準備や注意が必要かしっかり勉強した上で取り掛かりましょう。専門家の忠告をちゃんと取り入れて順序立てて取り組めば、どんな無謀な挑戦だって言いつけを破る馬鹿にはなりません。檻を破ろうとするタイガーですね。かっこいいでしょ。なんか結構さ、あれじゃん、なんだっけ、なんか不幸自慢とかもあるじゃん。なんかああいうのもさ、結構こういう何トラオとかを苦しめてる面もあるかもね。今もかっこいいですけど、もっとかっこよくなりますから、僕を信じて言ってください。迷惑をかけるかもしれない、だけど自分でやってみたいです。なんかその人がさ望んでることがある、でもそれ他の人はそれそんなことすらも望めないみたいなさ、バイアスがかかってんのかな。だからさ、あれだよね、人は人っていう考えを持った方がいいよね。自分は自分、人は人って。量は許さないけどな。お願いします。任せてください、最善を尽くします。よかった、素晴らしい、なんかいいチームじゃん。ドラ、よく頑張った、ちゃんと言えたじゃないかね。これがこれからね、何回もできるようになるといいね。今回の現場で無理だとしても次のお仕事できっとできます。アクション俳優は貴重ですから。緊張した、ちょっと褒めてくれ。トム・クルーズとかトム・ホランドもさ、なんかあれだよね、スタントとかって自分でやってるんでしょ。なんかトム・クルーズってトップガンとかのなんだっけ、運転を自分でやってんだっけ、飛行機の。イケてるイケてる、イケメンイケメン、かっこいいかっこいい、世界一、桜木世界一、ラブリーですよ御堂さん。では早速交渉の連絡をしてきますね。さりげなく監督に根回ししていたので感触的に大丈夫だと思うんですが。さすが抜かりないですね。だからその人がさ望んでるものがいくらさ自分が手に入らないものだって、その人はその人に望みがあるし、なんかね、そのさ、また自分には自分の望みがあるしって考えた方がいいよね。量は許さないけどな。ありがとうございます。量なんかやったことすごいね、そう考えると。宇津木さん、はい、そのありがとう。何してるんだろうね、リオ今。むしろなんか入ってんのかな、塀の中でしましまのパジャマ着ててほしいね。いえいえ、この程度、ズールのマネージャーですから。ああ、かっこいい、何今の格言、ズールのマネージャーですから。いいな、私も行ってみたいな、ズールのマネージャーですからって。なんか今さ、ポケモンすごい話題になってるよね、スカーレットバイオレット。私もやってるんだよ、ポケモン。
なんかね、あれだね、ポケモンさ、そんなに私詳しくはないんだけど、結構知ってるポケモンとかも出てきて嬉しかったね。アクション。おお、トラ頑張れ。あれだね、学校の入学式で昔の知り合いがいたみたいな、そういう感覚だね。あー、飛んだ。まず1個クリア、うん、ワイヤーがついているから落ちたりはしないですよね。でも一歩間違えれば壁面に叩きつけられて大怪我をしますので。うわ、嫌だね。顔型は手形ならぬ。宇津木さん、何目閉じてんの、うん、怖くて見てらんないですよ。見ててやってよ。ほら、一番やばいとこ行くよ、うん、なんかたまにあるよね、その芸人さんが気がするみたいなニュース。行った、やったすげえ、トラをやった、うん、やりました。芸人さんって体張ってるんだね、そう考えると。カット。カメラチェックするけど、多分一発 OK だよ、完璧。本当ですか、すげえ。本当、最高のいい映画撮れた、ありがとう。やった、ミドウさん、無事ですか。メガホン持ってる黄色へ、黄色いイエロータクシーあるけど、イエローメガホンは珍しくないよね。大丈夫、うん、やったな、トラ、やった、イエーイ。おー、よかった、楽しそうじゃん。あんなにはしゃいだら、おめでとうございます。すごいじゃん、トラオ、めっちゃかっこよかった、うん、最高でした、ブラボー。トラ、またモテちまうじゃん。よかったね。まあな、やっぱやりたいことやるときが一番気持ちいいのかな。北島康介オブザイヤー。以上、ブラストからメイキング映像でした。え、あれマジで飛んだの、うん、まあな、やっぱ迫力が違うのかな、 CG 合成と。マジで途中からスタントマンさんに変わったんじゃなくて、うん、最後までトラなんすよ。このシーンも最終回の山場なんで、ぜひ楽しみにしててください。 CG 合成でやってんのかな、それともさ、なんか透明のカットは別人に変わってんのかな、顔。どうなんだろうね。すっごいじゃん、ミド、お前マジかっこいいよ、うん、どうも。横浜流星かと思いきや、透明で見たらクロちゃんだったみたいな。かっこつけちゃって、うん、かっこいいからな、見てただろう今の VTR。 かっこいいじゃねえか、これ青木人のセリフだね。ミドさんらしいコメントで何よりですね。続いてはブラストの現場からオフショットのムービー。あは、研究所の犬だ。あ、ベル？そうなんです、ベラだった。ベラって名前で利口なんですよ、仲良くなったんです。靴は？あ、ベラね。かわいい、懐いてんな、遊んでほしくて泣いてんじゃん、うん、クランクアップの直前に。それまで全然泣かなかったんだ。あ、自我を出せるようになったんだ。友達になれたみたいで嬉しかったです。いい現場だったよな、すごく。もう撮影がないの寂しい。強制されたワンコをさ、その強制を外せるってすごくない？何その特殊能力。この後は映画版もあるしな。あ、そうなんだ、穴版みたい。続編に位置するストーリーだそうで、視聴者の皆さんもぜひ映画館に足を運んでくださると嬉しいです。ドラマの映画版ってなかなかなんか評価厳しいイメージあるな。ありがとうございます。ブラストの撮影現場からズールの VTR でした。なんかあんま聞かなくない、そのドラマの評価が良くてもさ、映画版だとちょっとこれ違うんじゃないかみたいな。昨日バクマジ見た、バクマジ見た見た、俺ブラスト映画見に行っちゃいそう。犬丸いいやつで好き。犬丸、トリガーの番組始まるね、歌も聴けるしバラエティっぽい企画もあって面白そう。みんなのカフェ店員姿絶対絶対いいよね、トリガーが行ったカフェ巡りたい。カフェ店員姿、リバーレチルアウト楽しみ、衣装がすごいかっこいい、ポスター欲しい。あー、リバーレファンだ、同業者だね。映画の衣装当たりだよね、あー早く読みたいよ。メッゾの絆よかったな、同じ設定で続編ないのかな、見てみたい。オーベルジュラプラージ、もうすぐ終わっちゃうから寂しい。オーベルジュラプラージ、ラプラージもっと見たい。この世に実在しないかな、リク君かわいい。ラプラ、ラプラプラ、ラプラプラだっけ、なんだっけ略し方。ゼロもう一回見たいな。
生のゼロに会いたかった天君にゼロを重ねちゃう。お、フーだ。この街を行き交う、これだけ大勢の人たちがみんなゼロの名前を口にしていた。やばい、顔にお化粧しちゃうね。落書きの癖が抜けてなくて、フンは。そんな時代があったことが今は驚きですね。え、でもさ、フンがさ、もし照明を落としたとしてもさ、その落書きの記憶があるんだから、記憶がなくなってるってことはないんじゃない？そうだね、うん、どうですか、例の件。ちょっと考えてみてもらえましたか？まだいたんだ。新ブラホア計画。そうです、きっと楽しいと思いますよ。何？あなたはゼロが好きだけど、アイドルがそもそも好きだし、何よりライブが好きだから。過激派すぎない？胸が弾むと思います。巻き込まれてみません？すごいな。そうだな。え？ところで高梨さんのところでは女性アイドルは使わないのかい？何してんの？次回は何、女性アイドルって。え？どういうこと？私はアイドルにしようとしてるの？まあそれもまた一向だよね。私からすればね、まんざらでもないね。